それでは結果発表をしたいと思います。今日一日の売り上げはなんと、土曜日です。はい、なんかあれだね、平日よりバーンと起きるねって思っちゃいました。はい、皆さんいかがですか、平日と土曜日の朝の迎え方。なんか今日はねワクワクしてね、バーンと起き上がってしまったっていう。はい、まあ6時45に起きたんですけども、今日はですねこういうスケジュールになってます。バン、はい、まああのバーって多分書いてあるんですけど、朝、まあ、7時から8時で部屋の、まあ、大掃除をしまして、めちゃめちゃスッキリするね、やっぱね部屋掃除すると、うん、で部屋掃除して、で今ちょっとあのゆっくりしながらこれからコーヒーあの飲んで、ちょっとモーニングコーヒーって言い切った感じで予定入れてるんですけど、今からコーヒー入れていきます。僕のコーヒールーティンもねぜひ見ていただけたらと思います。まあ、そんなどうでもよくてですね、はい、この後、まあ、あの面談があり、その後ジムがあって、で今日散髪行ってきます。普段お世話になってるミスターブラザーズさんに散髪行って、でその後打ち合わせとかいろんな作業とかもろともやって、今日は大阪のバーオープニングです。はい、僕年末年始で、東京の方で、ね、バー始めたんですけども、実は大阪でもですねこの度オープンするというところで、あの、まあ、厳密に僕がオーナーというか、まあ、曲がりをして、まあ、共同経営みたいな形で、オーナーもやらせてもらってるというような場所になってます。はい、まあ、今回その姿とか、まあ、どういうオーナーって何してんのとか、そういう準備とか売り上げとかね、皆さん多分気になるだろう売り上げとか、そこら辺もろともね全て公開していきたいと思いますので、ぜひね楽しみにしていただけたらと思います。ではモーニングコーヒータイム。はい、今からコーヒーを入れていきます。普段はですねこの左のコーヒーの達人カリタの、まあ、ポットに、まあ、熱湯を注いでですね、でそこからこのいつも愛用しているこのコップに、まあ、注いでいくという流れなんですけども、このカリタがねなかなかいいんですよ。確かもだいぶ前に買ったんであれなんですけど、まあ、多分1万弱ぐらいかな、かなりこのコーヒー好きにとってはね、めちゃめちゃいいポットだなと思ってます。最近結構登場している職人のコーヒー、インスタントかいって思った方いるかもしれませんが、インスタントでございます。十分美味しいです。はい、うわいいね。ザッス、ういえ、マジで お久しぶりっす。何やってんの、何やってんの確かに、もう俺と喋るのは超久しぶりで、そうですね、そうですね、いや普通に会いたいっす。はい、その慎太郎が今後どうして生きたいかによって、はい、ジム行きます。バチバチに鍛えていきます。
ました。あれはあれでよかったな。うまっ。はい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 。バチバチやね。今からこのふるさと納税で頼んでしまった54キロのお米のうちの18キロですかね、今日やるバーに持ってきます。中崎町駅から徒歩1分の場所にあるカフェアナセコの先、ここで本日バーケーします。2部が20人ぐらい来るんですよ。おお。20人だったら10とかの方がいいですか。2階でこれ椅子全部やって、机も真ん中にあって、みんなの食べるところですよ。はい、今から今日貸し切るバーの紹介をします。はい、まず1階がこちらのおしゃれな入り口になっております。そして中を開けるとこういった感じですね。おお、いいね。これも全部セッティングしましたね。奥から見たらこんな感じですね。シャンデリアあるからね。シャンデリア。はい、続いて2階ですね。はい、2階もこんな感じですね。音途切れてるやないかい。そしてなんとこの奥がですね、部屋あるんですよ。8人ぐらいいけるかな。はい、今一旦帰宅して着替えてきました。なんかまあ一日店長ってどういう格好したらいいのかなと分かんなかったんで、一旦オフィスカジュアルな格好で行こうと思います。頑張ります。こんな感じです。全身ユニクロ、コートもユニクロ、靴は無印、あ、これポロですね、ポロ、うん、くらいかな。あ、基本ユニクロですね。今からオードブル受け取りに行ってきます。レッツゴー。わー、綺麗。めちゃめちゃ多いっすね。ちょっと急いで行きましょう、時間ない。やばい、時間ギリギリ。今17時48分、18時から頑張ろう。じゃあ皆さん、お前も1万バレてる。お集まりいただいてありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。でも名古屋の子じゃん。俺行ったんだけど、準備の出すのもその近所なりちゃうの。あ、じゃない、だから受験して名古屋で行ってるから。でも名古屋なんだ。え、だって俺同じじゃん。じゃあ
超寒いよ。そうやな。はい、皆さん大丈夫ですか？これノート乗る、ノート投稿される、投稿されるの？いやです。ノートの実績、はい、はい、チーズ。実績報告。はい、オッケー、ありました。ありました。はい。一部が終わりました。次、二部参りたいと思います。あと30分で片付けと準備。やっていきます。じゃあ、大学野球部の僕が一席の4年生のキャプテンに来ていただきました。ありがとうございます。こちらこそ。ではなんとシュークリーム寄付していただきました。これ5分の5ってとこですね。あ、5分の5っていうシュークリーム屋なんですけど、はい、あの梅田の茶屋町と。茶屋町。はい。芦屋。芦屋で。の方にあるんで。ありがとうございます。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。よっしゃ、イエーイ、ありがとうございました。よっしゃ、よっしゃ。どうでしたか？めちゃくちゃ良かったですね。最高ですか？楽しんでいただきました。本当にありがとうございました。でもマジでこちらこそ、はい、ありがとうございます。なんか最後に本当来てよかったなとか、またやってよって言われるのってめっちゃ嬉しかったんですね。シンプルに相手の期待を超えれたのかなってちょっと思って、また次も頑張りたいと思います。ぜひお願いします。はい、一旦片付けしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今やっと片付け終わりました。いやー疲れた。今12時半ぐらいなんですけど、18時からぶっ倒しで行ってきました。今からね、ちょっと売り上げの方数えていきます。はい、人件費と、オードブル代ですよね。原価と人件費で、はい、ということでついに売り上げを数える時がやってきました。これが、1次会で、これが2部の2次会かのものになってます。ちょっと1回数えていきたいと思います。じゃあまず1次会から、はい、1部が合計で5万円、5万円になります。はい、じゃこれちょっとすみません、これで置いていただいて、続いて2部数えていきたいと思います。ちょっとバラバラなんで、はい、これまたお願いします。結果発表の時間です。いやー、ありがとうございました。一緒に数えていただいて、とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは結果発表をしたいと思います。今日一日の売り上げはなんと14.4 万円です。おい、素晴らしい。売上 14.4 万円です。内訳は、一部18時から20時半の部で、5万円、はい、これも C 社代とかも全部含めて、参加費も含めて5万円で、2部が、9万4千円ですね、はい、で、まあ、参加費とあと C 社とテキーラですね、はい、いろいろ全部含めて9万4千円というところで合計14万4千円というところになってます。はい、で果たして利益はどうなのかみたいな計算のところでいくと、まず、売上引く家賃分、今日1日だと4万4千円が家賃なんで、まず14万4千引く4万4千円で10万円で、ここに利用料 25% を抜いたら 75% が僕に入ってくるので、10万かける75% の7万5千円がまず残ります。で、ここに人件費とオードブルの金額を抜いたものが僕の利益になるので、7万5千引く人件費の1万7千足す、オードブルの2万4千なので、7万5千引く4万1千で合計利益が
3万4000円になります。素晴らしい。1日で1日で3万4000円になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、したっていう発表になります。まあ、正直今日1日やっての感想で言うと、まあ、めちゃめちゃ疲れましたね。疲れた。今12時45分ですからね、今中のね。ありがとうございます。とんでもない、ありがとうございます。マジでありがとうございます。はい、なんかまあぶっちゃけ利益なんかどうでもよくて、僕の中では何より来ていただいた人が楽しんでいただけたっていうのが一番嬉しい。なんか達成感あるっすね。そうね、マジで。でやっぱ仕事ってやっぱこういうことなのかなとも思ってて、やっぱ相手の期待、今日慎太郎に招待されてとか慎太郎に来ないって言われて来た人たちが、あ、来てよかったな、また来たいなっていうふうに思っていただけたかどうか。で今日終わる時にも、本当に楽しかったと、また呼んでよと、またやってくれ、絶対行くからっていうふうに言われて本当に嬉しかった。なんか全然お金とかどうでもよくて、本当に単純にまた開催したいな、またみんなの期待に応えたいし楽しませたいな、みんな楽しんでいただきたいなと思いました。素晴らしい、ありがとうございます。ちょっともうちょっと久々ですね、なんかこういう達成感初めてですね。もう初めての達成感ですね、本当に。うん、なんか野球とかやってて、そういった達成感とまた別の達成感、味わったことのない達成感で、はい、今月はちょっと2日しか入れないんですけども、来月また月3日、4月も月3日という形でやっていくので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、っていう形でちょっともう遅いんで、はい、寝ましょう。ありがとうございました、本当に。はい、ありがとうございました。お疲れ。夜中の1時半です。ほんまありがとうございました。とんでもない、こちらこそ。ちょっとまた行きましょう、ぜひ。はい、ではこんな感じで、まあ、それからも行ってくるんで、ありがとうございます。お疲れ様でした。